さあ、この声援いかがでしょうか。いやー、もう地元のように熱いお客さんで嬉しいです。はい。そして今節は何と言っても荒尾ラブーチは、いやー、今日はやっぱ少ないですね、雨が。昨日みんなタダと思っていっぱいもらって今日持ってきてくれてないですね。はい。でもたくさんで、ね、持ってきてくださっている方もいらっしゃいますよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この稲妻賞ですが、初の優勝ということになりましたが、伊勢崎 G2 が初優勝、初制覇なんですが、お気持ちいかがでしょう。もう G1 が1回あるだけなんで、優勝も伊勢崎では2回目なんで、こういうあのラブ内輪ができた時に優勝できて、皆さんの力だと改めて感じております。さあ、そして今節では3日目でしょうか、車の動きが一変しました。そうですね、最近ちょっと不調というか、いまいち波に乗れなかった原因の一つが少し分かったんで、はい、修正できてよかったです。ただ今日は雨の予報、疾走路になりました。そのあたり予報が出た段階ではどうだったんでしょう。まあ、メンバー的に中が混む展開になると思ってたんで、隣のロッカーが加賀谷だったんで、加賀谷になりきって走ろうと思ってました。その加賀谷さんになりきったレース振り返っていかがでしょう。はい、目の前で見せたかったんですけど、さっさと帰っていっちゃったんで、はい、後で VTR で見てもらいたいと思います。はい。ただ道中は石原選手もかなり抵抗されていましたが、そのあたりどうでしょうか。まあ、1、2コーナーちょっと滑るので、まあ、そこは竹谷さんにもアドバイスいただいてたんで、はい、しっかり 3、4 コーナーで勝負かけようと思ってました。さばいてからの残りの周回振り返ってどうでしょう。まあ、外せばちょっと滑るの分かってたんで、はい、しっかり滑らせないコースを走りました。さあ、そんな中ゴール線を切った時のお気持ち振り返ってどうでしょうか。はい、体中がバキバキで痛かったです。はい。緊張感もありましたか。昨日の方が緊張しましたね。はい。ただいい形でこの稲妻賞締めくくりとなりました。まあ、ウイニングランというのはどうでしたか。いや、もう皆さんたくさん声援いただいてたんで本当嬉しかったです。はい。さあ、今後ですが、まあ、浜松の後グレードレースがまた続いてまいります。今後の抱負をお願いいたします。はい、優勝した後が大事だと思いますので、またいっそいっそ頑張ります。それでは最後、ファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、雨の中たくさんのご来場ありがとうございます。皆さん帰りも気をつけて帰ってください。今日はありがとうございました。優勝